2017-18 V プレミアリーグ女子、ひたちなか市総合運動公園総合体育館で行われる日立リバーレ対 NEC レッドロケッツの一戦をお送りしてまいります。この日立が今日勝利を収めるためにはどんなプレーが必要になってきそうですか？私からしたらやはり栗原選手の活躍すごく楽しみにしてるんです。やはり私たちの、そうなんです、プリンセスといえば、はい、メグなんです。NEC で注目の選手は誰になりますでしょうか？やはりルーキーの山内選手ですね。25対23、第1セットは日立リバーレが先取しています。第2セット、古賀のスパイク、もう一度返ってくる、ライトに持ってくる山内、そしてその後は強打で、そうなんですね、押さない、ここは遠いに持っていきます。岩崎拾っている、山内思い切って打っていきました。6連続ポイントです。 NEC 栗原、ここは優しくいくバックアタック、古賀ブロック、山内ガッツポーズ、山内塚田、山内打っていく、決めた、山内のスパイク、25対18、第2セットは NEC が取り返しました。さあ山口、まずは柳田のバックアタックを使っていきました。栗原入っています。あのコースなんですよね、栗原選手今日は素晴らしいですね、本当に。栗原バックアタック押さない、 NEC もブロックついている、フェイント山口に拾わせる、栗原選手のこのプレー上手いんですよね、これがやっぱり。柳田、佐藤有沙飛びついています。栗原ワンタッチブロックアウト、いや本当にバリエーション豊かな、そうですよね、本当に彼女のこの活躍は久しぶりにこう見れている、本当ファンの皆さんもね嬉しいと思います。そうですよね、はい、セットポイント日立、ジャクソンのサーブ、サービスエース、ジャクソン25対19、日立第3セットを取り返して王手をかけました。いやこの第3セット振り返っていかがですか？まあ、もちろん日立の栗原選手の、ね、決定打がすごかったっていうのは印象的なんですけども、ちょっと NEC の方が前半こうバタついたかなと。 NEC は柳田のサーブ、栗原いいコース、栗原絶好調、栗原からのトス、羽賀が打っていきます、ブロック、栗原をブロック止めた、大きな一本、やっと出ましたね。柳田に持っていく、佐藤有沙拾っています、ラリーが続く、バックアタック押さない、岩崎も拾っています、古賀のバックアタック、佐藤有沙のレシーブ、栗原をブロック、もう一本止めた。さあ山内のサーブ、 NEC 遠い、佐藤美也から栗原に持っていきます、古賀が反応している、佐藤有沙バックアタック押さないです。いやナイスパイク、栗原選手ねここまで打数も多いですからちょっと今苦しいと思うのでね、こういうとこで佐藤選手決めてくれるといいですよ、はい、柳田有沙拾っている、両チームしっかりワンタッチを取って、柳田ブロックは日立のポイント、ギリギリのとこでしたけども、佐藤美也のサーブ、山内、柳田に持っていく、ブロック、日立のブロックポイント、25対23、第4セット
タッチが奪って開幕してからの初勝利です。勝てなかったことが多かったので、このホームで勝つことができてすごい嬉しいです。来週からも頑張りますので応援よろしくお願いします。